吉田です。今回はフリーランス志望なら綿密な計画をしてください、事前準備で手に入れる成功への最短ルートについてお伝えします。会社に所属することなく個人で収入を得ているフリーランスという働き方を選択する人が増えています。将来的にフリーランスとして活動していきたいと考えている方のために準備しておくべきことなどを解説していきますので、最後までお付き合いください。私の名前は吉田祐介と申します。ネット物販が大好きで現在はシンガポールに住んでいます。必要な準備はこれだけ。まずは5つの手続きを完了させてください。フリーランスとして働いていくために必要となる5つの手続きについて確認しましょう。1つ目が年金保険の切り替え、そして2番目が青色申告をするのであれば開業届を準備して提出してください。そして3番目が青色申告承認申請書の手続き、そして4番目が口座、事業専用のものですね、口座を開設するということ、そして5番目がアドレス、事業専用のもの、メールアドレスを取得するという形です。まずはこれらの手続きについて紹介をしていきます。まずは退職したら年金と保険の切り替えが必要ということですね。会社員として働いていて退職するとなれば、まずは健康保険の手続きが必要になります。結婚していたり、お子さんがいらっしゃったり、扶養家族がいるのであれば月々の健康保険料が安くなります。また国民健康保険ではなく、今まで加入していた会社の健康保険を継続することもできるので、どちらが良いかしっかりと考えて手続きを行いましょう。年金についても、これまで加入していた厚生年金から国民年金へと切り替えが必要です。手続きは住所登録をしている市役所などで行います。青色申告のために開業届を準備。フリーランスとして活動するのであれば、節税効果の高い青色申告をしたいという方が多いでしょう。この青色申告をするためには、税務署に開業届を提出しておく必要があります。開業届のフォーマットはネットからダウンロードをしたり、確定申告ソフトを使って作成することができるので簡単に行えます。ただし開業届を出すことで失業保険がもらえなくなったり、扶養から外れてしまうといったことがあるので、事前によく検討をしてください。確定申告に必要な青色申告承認申請書を準備しましょう。今まで会社の収入のみで過ごしてきた人は、フリーランスになることで確定申告を初めて経験することになるでしょう。確定申告は2つの方法で行うことができ、白色申告よりも青色申告の方が節税効果が高くなります。後者の方法を選ぶには、青色申告の承認申請書が必要です。開業届と同様に手軽に提出することが可能なので、事前に用意しておきましょう。プライベートと事業用で口座を分ける。フリーランスになると経費や収益をしっかりと帳簿で管理していく必要があります。その際、事業用とプライベート用の口座を同じにしておくと、それぞれが何のお金なのか把握するのが非常に大変になります。スムーズにお金の動きを管理していくために、事業専用の銀行口座を開設しておいてください。銀行口座と同様にメールアドレスも使い分ける。プライベート用のメールアドレスに仕事の連絡が来ると非常に管理が大変になります。無料で利用できる Gmail などのアドレスを事業用として新たに作成するか、可能であれば独自ドメインのアドレスを取得しておくと信頼性も高くなるのでおすすめです。資金はいくら必要なのか。実際にフリーランスとして活動を始める前に、どの程度の資金が必要なのかという点も確認しておきましょう。当然ですが、事務所を用意するパターンと自宅で仕事をするパターンと必要な資金は異なってきます。費用を抑えたいなら自宅で仕事をする。今住んでいる家をそのまま仕事場にするのであれば、物件を借りる初期費用や事務所の維持費はかかりません。仕事をするための PC などの機器、名刺やオフィス用品などから計算してみると、初期費用は安く見積もってもだいたい15万円程度というふうになるでしょう。その他にも毎月の経費や生活費も必要となってくるので、自宅を仕事場とする場合は最初の資金として最低でも65万円ほどを想定しておいてください。専用の事務所を用意する場合の資金、
自宅以外にきちんと部屋を借りてオフィスを構えたいということであれば、椅子や机、敷金、礼金といった初期費用もかかってきます。安くても初期費用として大体50万円程度が必要になってきます。自宅とオフィス両方の家賃や光熱費もかかってくるため、事前準備として100万円から150万円程度を見込んでおくと、まあ、安心でしょう。フリーランスが持つ本来の意味、耳にすることの多いフリーランスという言葉ですが、そもそもどのような意味を持っているのかきちんと理解しておきましょう。ここからはフリーランスという言葉の語源や正しい意味などを詳しく解説していきます。フリーランスは傭兵という意味ですね。カタカナ表記でフリーランスと記載されていると本来の言葉の意味がなかなか思い浮かばない人も多いでしょう。フリーランスはもともと傭兵という意味を持っています。案件に応じて契約をする、その働き方が戦に応じて借り出されていた傭兵の雇用形態とよく似ているからです。そのため企業に属さず働くことの形態のことをフリーランスというふうに表現するようになりました。どのような働き方をフリーランスと呼んでいるのか、あちこちでフリーランスという表現が目立ちますが、現代ではある一定の特徴がある働き方を総じてフリーランスと呼んでいます。企業などに属していない個人、店舗を構えずに商品やサービスを提供する形態、個人の能力や技術で報酬を得ている、このような方たちが一般的にフリーランスと呼ばれています。ブロガーや最近人気の YouTuber もフリーランスです。自由業とフリーランスは同じ意味なのか。世の中には自由業と呼ばれる仕事をしている方もいますが、この自由業とフリーランスはほとんど同じ意味を持っています。自由業と呼ばれるのは主に弁護士やタレント、作家や医師などとなります。タレントや俳優の方をフリーランスと呼ぶと違和感がありますが、自由業と呼ぶとあまり違和感がありません。自営業とフリーランスは異なるものです。フリーランスイコール自営業と認識している方も多いですが、少し定義が違ってきます。自分で経営して収入を得ている部分から言うと、フリーランスを自営業の中の一つとして捉えることも可能です。しかし一般的には店舗経営者、それから農業や漁業をしている方のことを自営業と呼びます。イメージしづらい方は、働く場所や時間にとらわれない働き方をフリーランス、場所や時間は決まっているが会社に属していない人が自営業というふうに考えてみてください。開業前にしておきたい4つのこと、フリーランスになるために必要な手続きを先に紹介しましたが、ここからは手続き以外の部分で準備しておきたいことを紹介していきます。社会的信用が必要な引っ越しやカードの申し込み、会社員にはそれなりに社会的信用がありますが、いざフリーランスとなるとその点ではデメリットを感じることが少なからずあります。例えば賃貸契約の際に安定した収入がないと言われて、なかなか部屋が借りられない、クレジットカードが簡単に作れないといったことが挙げられます。クレジットカードを所有していない人や引っ越しを検討している方は、会社員として働いている間に済ませておきましょう。どの分野で活躍していくか計画を立てる。何も計画することがなく、いきなりフリーランスになったとしてもそう簡単に仕事を得られるとは限りません。どのような分野であれば安定した収入が得られるか、事前にしっかりと下調べを行い、どの分野で活動するか計画を練っておきましょう。フリーランスになる前に仕事を確保しておく。いざ会社を辞めてから仕事を探し始めても取り掛かりが遅くなってしまうので、収入面で不安を抱えることが多くなります。会社で働きながら案件を探し、フリーランスになってからすぐに取り掛かれる仕事を準備しておくと安心です。実際に試して経験を積んでおく。いきなり経験なしでフリーランスになったとしても、たくさんの案件を得ることは容易ではありません。フリーランスになる前に副業として案件に取り組み、経験を積んでおくことをお勧めします。副業として取り組んでいるうちに長期案件を入手したり、クライアントとの関係性を築いていけるので、フリーランスになった時にスムーズに業務を開始していけるでしょう。この職種が多い、フリーランスで人気が高い5つの仕事を紹介します。
ここからはどのような仕事がフリーランスで働いている方が多いのかということを把握し、独立する際の参考にしていってください。まずは高単価案件の多いエンジニアのお仕事。システムエンジニアやプログラマーの仕事は知識やスキルが必要なため、高単価の案件が多くなっています。学生時代にプログラミングを勉強したことがある方はぜひ検討してみてはいかがでしょうか。より知識を深めていけば将来的に何十万何百万も稼ぐことが可能です。イラストレーターやフォトショップを使うデザイナーの仕事。スマホ用のサイトや PC 用のサイトなどのデザインを行う仕事も需要が多いです。イラストレーターなどの技術が必要というものだけではなく、コーディングの知識も必要となってくるので、プログラマーと同じように高単価な案件も多くなっています。記事作成。初心者の方でも案件を取りやすいのがブログ記事や紙媒体などの記事の制作の仕事です。雑誌や書籍などであればスキルが求められますが、ブログ記事はウェブサイトの記事に関しては初心者の方でも少し勉強すれば比較的取り組みやすい傾向にあります。これといった得意分野がまだないという方は挑戦してみてはいかがでしょうか。広告収入が魅力なブログ運営。記事を書いて広告収入を得ていくブロガーはすぐに収入が安定してくるわけではないので、根気が必要な仕事となります。しかしある程度ブログを育てることができれば、あとは放っておくか定期的に記事を書き直したりするだけで収入が発生するようになるので魅力的です。ハードルが高くても人気。ライブ配信や YouTuber や17などのライブ配信アプリも最近注目されている稼ぎ方の一つです。これらの仕事は人気が出なければ大金を稼ぐことは難しいですが、成功してしまえば年収数億円といった方も実際にいて非常に夢があります。まとめです。フリーランスになると場所や時間に縛られずに働くことができます。その分安定した収入を確保して生計を立てていくには、事前の下調べや地道な努力が求められます。今回紹介したことを参考にして、将来フリーランサーとして成功できるようしっかりと事前に準備を固めてください。独立するためには複数のスキルをマスターしておくといいでしょう。私がおすすめするのは物販とプログラミングです。この2つができると世界中どこでもパソコン1台で仕事ができるようになります。私もその一人ですね。プログラミングの学習については私自身がですねレクチャーしている動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。ということで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。